はい、ジェイコムです。今日はですね、これからコーヒータイムしようと思うんですけど、ちょっとねインスタを見てたらかっこいいコーヒーの入れ方みたいなのやってたんですよ。てかかっこいいコーヒーの入れ方じゃないですね、コーヒー動画の撮り方みたいなのをやってて、ちょっとねそれを真似して撮ろうかなと思っているんですよ。で今日は、どういうかっこいいやつかっていうと、あのエスプレッソのね垂れるところみたいなのを動画で出す、なんていうのの撮り方みたいなのをやってて、ちょっとそれをね真似してみようかなと思ってます、はい、で使うのはねこれスタレッソミニ、ちょっとこれでうまくいかなかったら他のやつとかもねちょっと試してみようと思うんですけど、まずはねこのスタレッソミニを使って撮りたいと思います。ということでね早速やっていきましょう。はい、ちょっとねお湯が沸くまでセットアップしたいと思うんですけど、やり方はねそんな難しくなくて、普通にここら辺はねセットしていきますと、いつも入れているようなね入れ方で普通にセットして、で、これがねお湯が来たらなんですけど、この iPhone をこれをですねこのスローにして、スローにした状態でこう上向きにねこうやっておいて、でここでこんな風にねこのカメラのレンズの上にねグラスを置くんですよ。でそこでこれの上に落とすっていう風にすると、そうすると綺麗にねいくらしいです。綺麗にっていうかね、そのたここの部分からねジュッて出てくるコーヒーのね液を取ることができるという感じらしいですね。でちょっとねこのアップルウォッチをね接続して、今接続されましたね。これなんかね最初うまくいかないんですよね。これでここのところを見つつ、これねあんまり綺麗にここのちょっと 見てわかると思うんですけど、どこだろう、ここか、ここなんか汚れてるからちょっとそれだけは拭こう。でもこれあれだな、少しねカクカクしちゃうから、これちょっと歪んでるんだけど、そういうもん、てかこのグラスが悪いのかな、ちょっと違うグラスにする、こういうやつにするか、グラスというかあれを変えました。もうちょい透明度の高いやつ、これだと、でしかもね安定してるやつね、これだと綺麗にね動画撮れてるか見えるかわかんないですけど、こんな感じでやって、であのスローモーションでね撮るという感じですね。なんか歪んでてなんかグラスあんまり良くないのかな、なんかぴったりねそういうようにそういうのがねちょうどいい感じのグラスがあるのかな、わかんないですけど、とりあえずこれでやってみましょう。はい、これでここにねこうやって垂らしていくと、これだ、で録画と、いや取れたんだけど、いやどうなんだろうなこれ最初のブシュって出てくるところだけはちゃんと綺麗に取れてた気がするんですけど、それ以降のやつはね、もちろんなんですけどコーヒーでね覆われちゃうんで何にも取れてなかった気がする。はい、いいや、これで、でも綺麗にそれなりには取れてんな。ちょっとねこれは動画のね最後の方に載せておくんで、とりあえずねコーヒーいただこうと思います。
はい、ということでコーヒーいただきます。うん、いい香り。まあ、ちょっとね、あとはネスプレッソとかも同じようなことできると思うんで、ちょっとね今度試してみたいと思います。うん、まあ、これでうまくいけばね、うまくいかなかったらちょっとうまくいく方法とかちょっと考えてみたいと思うんですけど、はい、こんな感じでちょっとなんかこういうのでね、動画のあれをねいろいろ作りたいんです。そのキャッチっていうか、そのなんていうんですかね、その場面転換とかに使う動画、まあ、短いやつをね何個か用意して、でいろいろと使っていきたいんですよね。あとオープニングとかもねちょっと作り直したいんですよね。うん、最初の頃にね適当に僕が段ボールにジェイクモズブログっていうねをマジックで書くっていうね、そういうやつを未だに使ってますけど、そろそろリニューアルしたいなと思ってるんですよ。うん、なんでちょっとねいろいろ考えたいんで、まあ、今後やっていこうと思います。はい、っていう感じで。